にちは、ギャルダンスダッシュでーす。物を紹介したいから持ってきたんだけど、まずさ、みんな まず奈良岡ニコの写真集買う、あれね、それ聞かせて。あの意味深な発表がありますよね。150万集めて写真集を撮るみたいなんだけど、もう150万円はもう超えたらしい。おお、おめでとうございます。俺はもう買うつもりではあるんだけど、紙で買う。いや紙じゃない、デジタルかな。いやさすがにさ、やっぱり劇団員の立てされた人のもんか。そう、俺が出せると思うから2人が買うもん。だからそれは一応聞いてからじゃないと、この先進めないなと思って。そういい、買うか買わないかはちゃんと言っといて。そのサイン会はあるの？サイン会いや、それ知らない。サイン会があるならやっぱそこで買いたい。注文入った分しか作んないって言ってた。どこにも世には出さない。じゃあサイン会はないの？ここでサイン会やってくれないかな。ここでサイン会やって。いや、まあやってくれんじゃない、頼めば。なんでてめえとこまで行かないといけないんだよ。そうだな、現金を用意しとくからここで。そう、買うの一人一冊ずつでしょ。だ1万5000円ここに、確か5000円のとこなんだよ多分。そうだね。そのじゃあ分かった、現金用意しとくから、その余計にさっさと作ってよってこと。そうそうそう。達也さんがやるのと一緒でしょって言ったら、うんって言われた時に、俺達也さんの写真集を、本当ごめんなんだけど、そんなたくさんお金持ってるタイプじゃないから見せてくれるだろうなと思ったら、正直いいよデジタルで送っとけよ。あ、やるよ。いやそれは買ってよ。俺は見せないよ。俺は見せない。自分が作った時、え、見て、見せたし送る、くれって言われればもちろんあげる。いやそこはプロとしてさ、俺お前が写真集作ったら絶対買うよ。俺はいや買わない。いや買う、絶対買う。まあでも俺は作んないでって思うよ。俺も思う。俺も作んないでって思うよ。作んないで欲しい。俺は想像が弱いかな。弱い、お前は弱いよ、想像が弱い。でも買っちゃったら買った分じっくり読みたくなるから、セクシーなカットがあった時にそのね、一人で楽しんじゃうかもしれないから。いや、いいんだよ、そう別に楽しんだっていいんだよ。楽しみたくないんだもん。楽しみたくないなって思っちゃったら楽しめちゃう気がしてる。楽しむってどういうこと。いや、だから男性的な目で楽しめばいい。女性として、え、写真集でそんなことにみんななんの。いや、わかんない、わかんないって。だから楽しみ方は人それぞれだよ。人によってはさ、写真集に股間をすりつける人だっているかもしれないわけじゃん。わかんない。まあいるかもしれないけど、やっぱりその、俺は大きなめぐみさんが大好きだったってさ、すごく切り抜き集めてたの。そうだ、そうするとニコさんへの、思いとか接し方が変わっちゃうかもしれないから、ちょっと考えるそこは。いい、変わってもいいよ。変えろよ。今ニコさんいたらブチ切れてるよ。まあいいや、それは一回置いといて、はい、知ってる？ダイソーにさ、iPad 売ってるの知ってる？何言ってんの？550円でダイソーに iPad 売ってるの知ってる？嘘つけよ。当たっちゃったら申し訳ないけど、お絵描きのやつじゃない？それ。あ、それは知ってるよ。あれ気になってなかった？使い道もどのぐらいなんだろう。ああ、なるほどね。俺結構文字書くのよ、台本考えてる時に。でそのために iPad 持ってったりするんだけど、 iPad 重いので、見てこれ買ってきたから550円。保存できるわけじゃないんでしょ。これなの、デジタルなの、何なの。デジタル、この黒板みたいなもんでしょ。黒板のよ。一回この軽さ持ってくる。全部入ってこの軽さで、ちょっと不安になる軽さだね。こんだけ軽いんだったら持ち歩けるでしょ、全然余裕で。まあそうだね、持ち歩ける。もうほぼ空気。ちょっと開けるね。はい。いつ使うのかな。いつでしょ。でもノートを持ち歩くんだったら これ持ち歩いた方がいいじゃん。消えちゃうじゃん。そう、ノートはさ、何ページもあるからいいんでしょ。これを10枚ぐらい買えばいいんだ。ああそうだ。ああそうだじゃねえよ。いくよ、書いてみていい？いくよ。何？あ、消えた。あ、消えた。保存はできない。え、何サイヤ人の時に。いつ使うの？いや、メモの時よ、メモの時。あ、わかりました。16時、16時半からですね。お願いします。その時必要なもんなんですか。タオル、了解しました。タオル、あ、じゃあ達也さんにも。あ、時間変えます、わかりました。え、何時にします。17時半。あ、はい。まあ、書いたこと書けたよ、まず。で、撮って携帯に書けよ、最初から。これ台本考えるときって文字で書きたいの。ノートだったらさ、何枚も書けんだよ、ミスったら。うん、これはさ、1枚しかないんだよ。ロック書けたら、その消えなくなるんじゃないの。あ、5分書いたでしょ。で、これロックします。ロックしました。そしたら、え、なんで書けんだけど。ロックしても書けんだよ。消せない。あ、消せない。おー、すげえ。いいじゃん。これ電池はないわけ。電池ある、電池ある。いつ使うの。今でしょ。じゃあ、そういうじゃない。難しい、それは無理だ。
してこのペン取りづらどう、温故知新って書いてある、それ見せてなんでだよ、はい、温故知新、うん、どう知ってた、合ってる感じ、あ、間違ってる、いや、わかんないなんだよ、戻るボタンもないけどいいの、だそれよ、戻るボタンなんでない、喫茶店にさ、これを書きながらなんか作業してる人がいて、そのメモ書き見ちゃったの俺こうあと思う、あとあいつ安っって思う俺だったらこれ書いてるやつがいたらあいつ安っって、これ頭を整理したい時にさ、あ C がこっちに好きで A も好きなんだけど B も好きなのは C みたいな、でこことこはもうだってこれだったら付き合ってるよねみたいな、いなんで恋愛で全部考えるんだよいや別に殺人の動機でもいいんだけど、頭の中で思い浮かべると別れてないけど、これだったら分かる、うん、そのためなの、いやだからそういう意味で言ってる、ね、そういう意味で言ってる、そうかいいかもしれな い, 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 れないくれんね、いやだって一応これだってスカッシュもこれだもん、簡単、じゃあもらって、いや分かった、じゃあ今日は言うにあげよう、じゃあ今日は言うにあげよう、今日はってどう2台買おうとしてるのなんで2台買うんだよ、絶対いらないよ、今日は言うにあげる、消え、こうやったら消えちゃうんだよ、だからやんないから、やんない、絶対間違えて押して、あーくそあーえーこれを使ったせいに絶対なるよ、じゃあこんなこんな分かりやすいボタンなんです、あー絶対やる、絶対やる、違う違う、あーうわー、じゃあ会議中にそんなやついたらそれ仕事取れないよ、いや絶対やる、あはいあはいあーあーあーすいません、一から教えてもらっていいですかみたいなのふてくされながら言うこと絶対もうやめろよそれは、会議中に、あー割れそう、これケース買えばいいじゃん、ケース買えばいいじゃん、 iPad、 iPad のケース嫌だみんなもうこれ気にはなってたと思うの、どんなものなのって、せめて記録機能があったらよかったな、確かに記録機能ないのちょっと痛いね、あと消しゴム、高いでしょ、登録してねでもなんとなくお前使い、お前使う気がしてきた、なんとなくだって俺がアナログだってことでしょ、そうバカにしてるのじゃあそんな感じでね、はい、皆さんももしよかったらあのダイソーに行けばこれ売ってるんで、それじゃあまたバイバイ、またねー。